はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。速報プレイやっていきましょう。はい、今回リアルスピードパーフェクトでやっていきたいと思います。キャッチャー視点風です。今回は、はい、やっていきましょう。頑張ります。はい、あえての、パーフェクトにしました。うん、あのね、その動画の最後でね、クリア情報を見て、あ、今回これやってきます。セーブ巻きた。はい、追加点許すな。ツーアウト満塁、1人抑えましょう。頑張ります。動画の最後でクリア情報を見て、俺だけってのをどうしてもやりたくてね、まあそれを昨日失敗して、で俺の動画を見てる視聴者が誰かやったんじゃないかと、うん、冗談半分で言ったら俺やったってコメントは来ました来ました。ということで今回は裏を書いてあえてのパーフェクトでいきたいと思います。俺だけってやるから見といて、これが不利にならないことを祈ってるよ。よし、頑張ります。何、投球練習をしたいよね。なるほど、そうですよね。とりあえず、うん、球威のある球は低めでしょう。よしよしよし、ストレートが決まっています。ここなんだよ、このシンカーとカーブがどんだけの変化量があるかが全くわからん。怖いけど投げよう。全力シュート、いや待てよ、一回外角見せようか。スライダー、あ、いいねいいね。で全力のシュートインハイ、よーし、ナイスボール。であと落とそう、何で落とすこの3つだな。チェンジアップは違うな。これボールからストライク入れば見逃すんじゃねっていう俺の勘が言ってる。一応ストライクゾーン入れるから全力でいこう。あ、全然曲がってこない。考えたぞ。さあ仕留められるか。ストレート打った、ファーストの左、抑えた。やりました。いやまあね、予定では今のがまあファールかなんかになって同じコースにチェンジオブペースと考えてたのでね、結果オーライですよ。やりました。さあパーフェクトクリアしましたよ。俺だけってやりましょう。なるかな振りになんなきゃいけない。どっちかといえば振りとして誰かいてくれてもいいかなっていうさ美味しいなっていうのはあるけどね。俺だけってやります。俺の密かな楽しみですから。これはいきますよ。パーフェクトね、パーフェクト、せーのドン。俺だけどうだ、3人ざまみろやったぜなんだこれ。はい、お疲れ様でしたいやというか俺これ見てたの今日ゆっくり見れる時間ってさ、テレビ中継見てて、テレビ中継の間見てたんですけど、テレビ中継の間だと、7対4で日ハム勝ってたんだけどね。テキスト速報でその後見てたんだけど、鍵谷が、打たれちゃったみたいですね。っていうか超面白いじゃんこの試合、マジで見てんだけどマジで見たい。そのテキスト速報とかじゃなくて普通に見たい。すごい面白いでしょねえ。はい、ということで今回はここで終わろうかなと思います。はい、明日ここですね、2時からと3時からですね。はい、明日もうやっていきましょう。はい、そんじゃ今回は俺だけができました。ありがとうございました。そんじゃ終わります。バイバイ。